はい、こちらインタビューブースです。たった今終了しました男子 400m ハードルにおいて、見事優勝されました北陸高校の佐々木くんに来ていただいてます。おめでとうございます。ありがとうございます。決勝の走りどうでしたか？そうですね、しっかり課題の9台目をクリアできて、ちょっと10台目がまた心にちょっとやり残した感あるんですけど、でもタイムも自己新なんでそこは嬉しいです。はい、自己ベストということで、見てるとすごい圧倒的な強さを感じるのですが、その強さはどこから来るんでしょうか？そうですね、もう何としても北陸高校男子総合優勝を果たしたいと思ってるんで、絶対取ろうと思って、もう気持ちだけは負けずに行きました。はい、では、まだ4県も控えて、はい、明日も試合があると思うんですけど、はい、今、何が一番食べたいですか？今何が食べたい？そうですね、山内先生の監督のチャーハンが食べたいです。山内先生のチャーハン、はい、めっちゃ美味しいです。美味しいらしいです。ぜひ私も食べてみたいですが、では 4K も控えて、今後は北信越とインターハイも控えているということなんですけど、はい、目標を教えてください。そうですね、まあ、北信越では星稜にライバルがいるんで、そいつに頑張って勝ってインターハイ決めて、でインターハイでもしっかり準決勝まで残って戦えるぐらいの選手になりたいと思ってます。はい、応援してます。頑張ってください。ありがとうございました。